さんの歌やばくて、こんなに歌えるかしらと思いつつも、やっぱりあのうまい歌を歌う人が作るとまた歌い手にとっていい心こう 乗るところっていうのがよく分かってらっしゃるんですね、きっとね。でみんなそうなんですよね、徳さんの時もいい曲で、だから今回もいい作品にまた伊田さんのおかげで出会いましたということでね、皆さんがまた覚えていただいて、で先にそのこれね覚えてないの、ね、新曲覚えてるんですよ、新曲、ね、カップリング、カップリングってめったに歌わないでしょ、覚えてるんですけどね、あのしょっちゅう歌わないとやっぱり忘れていっちゃうんで、どれなんても忘れっぽくなっちゃうんで、覚えは悪いのに忘れるのが早いってだからねちょっと皆さん字が見えないっすよ、ね、字がせっかく見たって字が見えないなんとなくね、なんとなく皆さん大丈夫なんですかでは、中国のボレロ。